瀬戸康史の動画。あとやっぱアポロはね、これですね、ユニバーサルオーディオのこのプロ機材を忠実にシミュレートしたみたいな、こういうこれね、このフェンダーのなんちゃらみたいな、昔のなんかいいやつみたいな。今あのアポロにそのままこれギターつないで、何もエフェクトかかってません。その音がこれ。で、じゃあこのフェンダーの55デラックスってやつ、これもだからいろんなプリセットがあってね、ちょっと適当にやるか、適当なやつやるよ。すごいこれ。でしょ。このさ、これがやっぱ気持ちよくて、なんか俺だって全然ライブとかさ、バンド組むつもりもないし、別に客前で演奏するつもりは全くないんだけど、家でさ、なんかバンド気分みたいな。今は全然ちょっと音とかさ出してないけど、ちょっとこのね、前紹介したジェネレックのこのスピーカーね、爆音出るからさ、爆音にはしないけど、こう結構音をデカめにしてるみたいなさ、こう弾いてるとやっぱ楽しいじゃん。やっぱそれがやっぱ一番強かったかな。オーディオインターフェースの使い方、この真ん中にでかいのがボンって1個だけあって、それ回すだけっていう、あのシンプルなこのアポロのこのインターフェースもあり、あとはこのまあお金はかかるんだけど、このプラグインをいっぱい入れられるこのアポロのこのユニバーサルオーディオのプラグイン、これがねやっぱたまんないんですよ私はね。だから全然ね、この何、こうなんだろう、これもなんか有名らしいの、これね、ニーブっていうらしいんだけど、ニーブ1073、これがなんかね、上手に使えばなんか音良くなるみたいなね、言うんだけど、ちょっとよくわかんない。だから適当にプリセットあるから、こっから適当にやってるだけなんだけどね。だいたいここにさ、なんだろう、こうアコースティックギターブライテンとかさ、これなんかこうわかるじゃん、英語でなんとなく、ね、これクラシックソウル70年代スネアとかさ、こういうのだからプリセットしか使わないんだけどね。まあ、素人が適当にいじったところで音がくちゃくちゃになっちゃうだけだから、まあプリセットしかやんないんだけど、まあこれやっぱね、たまにギターがね最近一番楽しいんですよ。これいいでしょ。ちょっと他のやつやってみる。例えばなんだろうね、じゃあこれちょっと変わったね。最近こればっかやった。このドレミファを一つ飛ばしで降りてくるとか上がっていくとかさ、そういうのをやってる。楽しいね、楽しいの。だって昔こんなことできなかったからね、ギターの単音弾きなんかさ、ウクレレずっとやってたから、やっぱ手で弾くのに慣れちゃってて、一時期この手で普通にこのまま弾いてたりしたんだけど、やっぱピックの方がね早い。こういうのさ、なんか気持ちいいじゃん。こういうのちょっと練習して、ウクレレだとね、俺いつもこうさ、渡辺大地くんとかさ、なんかこう爪伸ばしてさ、ダラダラとか弾くの、ダラダラみたいな、こう爪をさ、ダウンアップでダラダラダラやんだけどさ、できないのよそれ。俺できねえからさ、どうしてもさ、その単音の連続、こうこれ、まあ、これうまくできてないけど、これがやっぱウクレレの指弾きだったんでむずいのよ。でこれどうしてもさ、何年もやっててできないというか、これだっていう方法がなくて、ピックじゃんと思って、ピックでさ練習すれば、カエルの歌が聞こえてくるよ、
ればできそうなんだね。ゲル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 ガッガッガッ。だからね、ちょっとあ、ギターならなんかこう自分の中に思いついたさっきのさ、これもさ自分で考えたフレーズなんだけど、こう自分の中で思いついたフレーズをこう、あ、ギターだったらこう実現できるじゃんっていう。なんか適当にね、こんな感じでいつも弾いてんの。でもうさ、ちょっと待って、これの話ちょっと置いてけぼりになっちゃうんだけど、もう最近はね、もう編集しながらこう膝にこう置いてこうやってるみたいな。でたまにプレミアとかバグるから、バグって動かなくなって、こう立ち上げ中 再起動とかしてる間はこう、まあ繋がずにね、繋がなくてもさ生音でも結構なるから、これね、結構ね生音もちゃんとなって、夜とかさ、まあこれで弾いたりします。で昼間とかはこうやってつないで録音したりとか、ね、ちゃんとなると。はい、でなんだっけ、瀬戸康史の動画でね、今までね僕ごちゃごちゃね、いろいろこうこのこれがこれがとか語ってきましたけれども、なぜ僕がこのストランドバーグのギターを選んだかっていうのは、一番大きな理由が一つあるんです。それは軽さです。軽さ。俺ね、新しいギター買おうと思ったの。不次元を使ってて新しいギター買おうって思った理由って何かっつうと、重い。ギターってさ、木の塊だからね、重い木を背負ってるようなもんだから、だからそれがちょっとねしんどくて、よしじゃあギターの練習するぞってなった時に、こっからみたいなさ、重たくてさみたいな、あとでかいのも嫌だし、なんかここで気軽にやりたかったの。なんでそういう発想になるかって言ったら、僕ウクレレがね、今までずっとウクレレをやってたから、なんかこうウクレレ感覚で気軽に弾けるギターってないかなって、俺今までさミニクラシックギターとか、あとアコギ、ミニアコギみたいなのも持ってるんだけど、クラシックギターの弾き方じゃないんでね、どうしたらいいか分かんないですけど、こういう弾き方をね、こうこれから勉強していかなきゃいけない。やっぱミニサイズのエレキってないかなっていうのを探して、これを見つけたの。これね、やべえやべえよ。ちょっとさ、ここにこれあるから、ちょっと測ってみよう。はい、ちょっとね、急遽この、キャノンで撮りますけど、はい、ゼロですね。はい、ご覧ください。今ね、なんもないよ。ここに置くよ。いきますよ。ほんとインチキしないからね。バランスを。はい、見て、見た、これ見てる、今見てる、 1.9 だよ。これ全部乗ってるからね、全部乗ってるからね、これやばいでしょ。2キロ切ってるんだよ。2キロ切ってるとかっていうよりも、そもそも3キロまでしか測れない、このクッキングスケールでこう測れちゃうっていう。これ3キロまでしかいけないから、クッキング材料なんだよね。もうだからお料理番組に出られるわけ、こいつは。それぐらいの軽さ。しかもこれストラップついてるからね。ストラップ、これ俺ね、まあストランドバーグ好きでさ、これのストランドバーグのこのほら公式というか、オリジナルの本家のやつね、ちょうどこれフィットして、これやっぱサイズがちっちゃいから、やっぱこうこれ用のね、これいいでしょ、これちょっと短い感じ、こうすごいフィットする感じ。あとね、俺が置いてるこのギタースタンドもね、はい、見てください。ストランドバーグ。これもなかなか売ってなくてさ、なんかどっかで見つけて、これネットで買ったんだよね。これね。だってあれなの、ここにさギタースタンド、これハーキュレス の上からこう首で下げるやつなんだけど、こいつさないじゃん、ほらここないから下げられないのよ。それ弱点だね。弱点そこ、だから下から支えるものじゃないとダメってことね。あとはヘッドがないことによって軽量化はできてるんだけど、その代わりここで巻かなきゃいけない。これがね
硬くてね、難しい、めんどくさいっていうのはある。デメリットそれぐらい。素晴らしい軽さ 1.9 で、普通のギターってだって4とかさ、重いやつが5キロとかなんのかな、4キロとか3、4キロだよね。それがだからもうこのクッキングスケールで測れるギターですよ。だからもうこれをそれで決めたんだ。とにかく一番軽いギターが欲しい、エレキギターね、一番軽いエレキギターが欲しいっていうんでこれ。でもっと、ね、軽いギターあったらだから教えてほしい。でね、俺これ買って気づいたんだけど、このストランドバーグギターっていうのはその何、バカテクの持ち主みたいな、そのもうテクニックゴリゴリみたいなさ、そのメタルみたいな、テレレ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 とかさ、なんかもうテレテテテテテレテテテレみたいなタッピングだけで弾くみたいな、あのイベットヤングさん、イベットヤングちゃんね、イベットヤングちゃん本当に可愛い、本当に可愛い。俺もねインスタグラムでね、あの登録しててね、あのすっごい見てる、すごい見てる。そのイベットヤングさんはこれ使ってます、ね、可愛い、可愛いよね、ギターめっちゃ上手いね、ピロロ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 ってやるやるからさ、可愛いよな、つい見ちゃう、ついつい、もうついちゃう、見ちゃう、もうあの下に貼っておくリンク、あインスタグラム、可愛いよ、可愛い、うん、で軽いギターが欲しかったと。しかもさ、なんかさ、今さ、まだ正式な発表とかはされてないと思うんだけど、このストランドバーグがベースを作ってるらしいんだよね。なんかね、ナムかなんかに多分出品したのかな、なんかね見たの、 SNS で見たのよ。これベース出たらさ絶対買うと思う。ベースって重いじゃん。プーンベースの話もちょっとろくにしてなかったんで、これもちょっと今度で。最後にまああと言っとくのは、僕がこれ買ったモデルは40万ぐらいしました。40万。俺が買ったのはボーデン J シリーズ J6 ナチュラルです。この J6 ね、 J6 っていうのはジャパンの6弦ってこと。これ6弦でしょ、ギター6弦。これだからあのテクニシャンの人たちのギターだから、6とか7とか8とか8弦とかまであるの、弦がね。だから俺はまあスタンダードの6で、 J ジャパン日本製で、それも韓国製が OS だったから、韓国製、日本製、あとアメリカの USA のやつと、あとスウェーデンの本家のカスタムショップかな。だからそれが4種類で、一番高いのはスウェーデン、アメリカ、日本、韓国っていう、この順番でその何こうグレード分けされてるっていう、まあ値段が全然違うということです。だから俺はまあちょっとジャパンだから、俺はソダネジャパンだから、ソダネジャパンだから、まあ、ソダネギターだね。これソダネギターとして売り出したら、これカーリング銅メダル記念でソダネギターね、俺命名するわ、ソダネギター。何の話そうそう、ジャパンだからJ 買った。でやっぱこれね、やっぱこれ好きなの、メープルが好きなんだろうな俺、うん、メープル、ね、メープルチューバーだな、メープルチューバーかもしんない俺、メープルだもん、メープル大好きなんだ俺、惹かれるんだよね、メープルのこのしましまに惹かれてるんだと思うんだよね、メープルチューバーだから。メープルシロップとかもつけるようにしてった方がいいかもしれない、パンとか。いよいよ話が適当になってまいりましたんで、そろそろ潮時かなと、ということでストランドバーグちょっと高いけどめっちゃおすすめですということで、瀬戸康史よります、私が最近ずっと愛用しているギターはストランドバーグのギターなんだということをちゃんとみんなに公開してがっつり紹介してみたっていう動画でございました。なんか他に質問とかあればコメントください。ということで以上、瀬戸康史でございました。じゃあの